ようこそ。世界中には見た目や味だけでなく匂いでインパクトを与える食べ物が存在します。本日はその中でもえりすぐりの臭い食べ物を10種類ご紹介します。匂いの強烈さから目を背けたくなるものもありますが、実はどれも深い歴史と文化を持っているんです。それでは行ってみましょう。第10位、ホンオフェ。韓国の伝統発酵食品ホンオフェ。その匂いの強烈さから一部では世界一臭い韓国料理と称されるこの食品ですが、ただ臭いだけではありません。実はその裏に深い歴史、文化、そして意外な美味しさが隠されているのです。ホンオフェの発祥地とされるのは韓国南部の全羅南道チョルラナムド地域です。この地方は温暖な気候と豊かな漁業資源に恵まれ、昔から発酵食品の文化が栄えてきました。ホンオフェの原料となるガンギエイはこの地域の海でよく取れる魚です。ホンオフェが誕生した背景には冷蔵技術が未発達だった時代の知恵があります。新鮮な魚を保存するため塩漬けや発酵という手法が用いられましたが、特にガンギエイは独自の特性を持っています。この魚は腎臓を持たないため体内で尿素を分解しアンモニアとして排出します。この性質がホンオフェ独特の強烈な匂いを生み出す要因となっています。歴史的にはホンオフェは保存食として貧しい農村地域で広まりました。しかしその独特な風味が地元の人々に愛され、やがて特別な行事や祝い事の場で振る舞われる高級食品へと進化しました。ホンオフェはその製造過程が非常に興味深い食品です。まず新鮮なガンギエイを選び塩を振りかけて保存します。ここで重要なのは魚の内臓を取り除かずにそのまま塩をすること。発酵過程で内臓が溶け出し独特の風味を形成します。塩漬けした魚は冷暗所に保管され約2から4週間かけて自然発酵されます。この間にガンギエイの尿素が分解されアンモニアが発生します。このアンモニアがホンオフェ独特の強烈な匂いの原因です。最終的には薄くスライスされ伝統的な副菜や酒のつまみとして提供されます。ホンオフェの最大の特徴はやはりその匂いです。アンモニア臭が強烈で初めて嗅ぐ人にとってはまるでトイレ用洗剤の匂いに似ていると感じるほど。この匂いは製造過程で発生するアンモニアが原因で発酵が進むほど強くなります。しかしその味わいは意外なほど奥深いと言われます。ホンオフェの食感は弾力があり噛むほどに旨味が広がります。また強い塩味と発酵由来の酸味が絶妙に絡み合い韓国焼酎、ソジュとの相性が抜群。地元の人々にとってはこの独特な風味が癖になる美味しさとされています。ホンオフェは単独で食べると匂いがきつすぎるため様々な工夫がされています。一番一般的な食べ方はホンオフェをスライスしニンニク、唐辛子、そして産地野菜の葉で包んで食べる方法。これにより匂いが緩和され発酵食品特有の旨味が際立ちます。また韓国ではホンオフェ鍋という料理もあります。発酵したホンオフェをスープに加え味噌や唐辛子で煮込むことで匂いを抑えながら旨味を引き出します。この料理は寒い冬の日に特に人気があります。ホンオフェに対する反応は地元と観光客で大きく分かれます。地元の人々にとってホンオフェは家族の団らんや特別な祝い事に欠かせない伝統食品です。その匂いすら懐かしさを感じるという人も少なくありません。一方観光客にとってはホンオフェはチャレンジフードの一つ。初めて挑戦する人の多くは匂いに圧倒されますが、勇気を出して食べてみるとその意外な美味しさに驚くケースも多いようです。鼻をつまんで食べたけど後味が意外に美味しいという感想が典型的です。ホンオフェは単なる食べ物ではなく韓国の文化や歴史が詰まった象徴的な存在です。現代では地元の人々にとっても特別な日にしか食べない贅沢品となっています。またその独特な製造方法と味わいから韓国の発酵文化を世界に広める一助として注目されています。最近ではテレビ番組や YouTube でホンオフェに挑戦する動画が話題となり、観光地ではホンオフェ体験ができるレストランも増えています。これにより若い世代や外国人にもその魅力が伝わり始めています。もしホンオフェに挑戦してみたいと思ったらいくつかのポイントを押さえておくと良いでしょう。まず匂いを和らげるためにスコチュジャンやニンニクを活用すること。そして最初は少量から試すのがおすすめです。地元の人々がどのように食べているかを観察しその文化を理解しながら楽しむのも一興です。ホンオフェはただ匂いだけの食べ物ではありません。その奥には歴史、文化、そして地元の人々の知恵と愛情が詰まっています。確かに匂いのハードルは高いですが、一度その壁を乗り越えれば深い旨味と独特の食文化を体感できることでしょう。韓国を訪れる際には
ぜひ挑戦してみてください。第9位ニュクマム。第9位はベトナム料理に欠かせない調味料ニュクマム。ヌクマム、その独特な匂いは初めて嗅ぐ人を驚かせますが、ベトナムの食文化を語る上で避けては通れない存在です。ニュクマムの歴史は非常に古く、2000年以上前にまで遡ると言われています。実はニュクマムのルーツは古代ローマのガルムと呼ばれる魚礁です。ローマ帝国が崩壊した後もアジアに伝わり、特に東南アジアで独自の発展を遂げました。ベトナムではニュクマムは単なる調味料以上の存在です。国の北部から南部まで各地域で微妙に異なる風味があり、まさにその土地の文化を象徴する味となっています。特に海に囲まれた南部のフーコック島はニュクマムの生産地として有名で、その品質は世界的にも評価されています。ニュクマムは非常にシンプルな原料で作られますが、その製造過程は時間と手間がかかります。主な材料は新鮮な魚、主に小魚と塩、この2つを樽に詰め込み自然発酵させるだけです。しかしここで重要なのは発酵期間。ニュクマムの発酵には通常6ヶ月から1年以上かかり、その間魚のタンパク質が分解され、旨味成分が引き出されます。さらに発酵過程で独特の強い匂いが発生します。これがニュクマムの風味の鍵となるのです。特に高品質なニュクマムは初搾りの液体のみを使用します。これを一番搾りと呼び、深い旨味とまろやかな香りが特徴です。フーコック島産の一番搾りは特に香りが良く、料理の仕上げに使われます。ニュクマムの匂いを一言で表すならば、魚と海のエッセンスを凝縮した香り。その強烈さに驚く人もいますが、料理に加えることで絶妙な旨味が引き出されます。匂いだけを嗅ぐと抵抗を感じるかもしれませんが、加熱することでその香りは和らぎ、料理に深いコクを与えます。味わいは塩味が強く、魚の旨味が濃厚に感じられるのが特徴です。そのため少量で料理の味を劇的に変化させる力を持っています。日本の醤油に似たポジションで、炒め物やスープ、ディックソースなどあらゆる料理に使われます。ニュクマムはベトナム料理のあらゆる場面で活躍します。代表的な使い方の一つがディックソースとしての活用です。砂糖、ライム汁、刻んだ唐辛子、ニンニクを混ぜ合わせたヌクシャムは春巻きや生野菜のディップとして大人気。このソースがなければベトナム料理は完成しないと言っても過言ではありません。またベトナム風の炒め物にはニュクマムが欠かせません。肉や魚を炒める際に数滴加えることで香り高い仕上がりに。さらにスープや鍋料理にも使われ、風味を深める調味料として重宝されています。ユニークな活用法としては、ベーコンを使った麺料理フォーやブンチャの隠し味にも使われます。ニュクマムが加わることで旨味が引き立ち、料理全体がワンランクアップします。ベトナムの人々にとってニュクマムは家庭の味そのもの。幼い頃から親しんでいるため、その匂いを心地よいと感じる人も少なくありません。一方で観光客にとっては少々ハードルが高い調味料でもあります。多くの観光客が初めてニュクマムを嗅いだ時、ちょっと臭いけど味は意外に美味しいと感じるようです。特にニュクマムを使ったヌクチャムソースやスープを試した後、その魅力に気づく人が増えています。最近では海外の高級レストランでもニュクマムを使った料理が登場し、その魅力が世界中に広がりつつあります。特に旨味成分の豊富さが注目され、日本の発酵食品や醤油と並んで評価されています。ニュクマムは単なる調味料以上の存在です。ベトナムの家庭料理から高級レストランの一品まで、あらゆる場面で使われる万能選手。さらにニュクマムを使った料理にはベトナム人の暮らしや文化が色濃く反映されています。特にフーコック島産のニュクマムは地元の誇りでもあります。その製造技術は伝統的な方法を守りつつ品質を向上させており、ベトナム政府も輸出品としての価値を高く評価しています。ニュクマムを初めて使う場合、匂いに驚かないようにするのがポイントです。最初は少量を試し、ディップソースやスープに加えてみましょう。また加熱することで匂いが軽減されるので、炒め物や煮込み料理に使うのもおすすめです。さらにベトナム料理レストランでニュクマムを使った料理を注文し、その使い方を学ぶのも良い方法です。ベトナムの家庭料理を再現する際にはぜひ挑戦してみてください。ニュクマムはベトナム料理の味を支える欠かせない存在。その匂いの強さに驚くかもしれませんが、その奥には深い歴史と文化、そして驚くべき旨味が詰まっています。世界中で注目される調味料となりつつあるニュクマム、この味わいをぜひ体験してみてください。第8位エピキュアチーズ。第8位はオーストラリアが誇る熟成チーズ、エピキュアチーズ。このチーズは
その濃厚な風味と独特な香りで知られています。一部の人には臭い靴下のように感じられる匂いですが、チーズ愛好家にはたまらない魅力があります。エピキュアチーズはオーストラリアで誕生した比較的新しい種類の熟成チーズです。その名前の由来は古代ギリシャの哲学者エピクロスから来ています。彼の哲学はシンプルな喜びと高い品質を追求することを説いており、このチーズもその哲学に基づいて命名されました。オーストラリアの乳製品業界は19世紀後半に急速に発展し、その中でエピキュアチーズは高級チーズの代名詞として成長しました。現在ではオーストラリア国内だけでなく海外市場でもその品質が評価されています。エピキュアチーズの製造過程は他の熟成チーズと同様に非常に緻密です。まず新鮮な牛乳を使用してカーブ牛乳を作ります。このカーブを切り分け、保栄乳製を取り除きます。その後チーズを成形し、特別な熟成環境で熟成させます。エピキュアチーズの熟成期間は通常12ヶ月以上で、その間に独特の濃厚な風味と香りが形成されます。熟成中チーズの表面には自然に発生するカビが形成され、これが独特の匂いとテクスチャーを生み出します。またこのチーズは特に塩分濃度が絶妙で、風味のバランスが取れているのが特徴です。製造過程には非常に細心の注意が払われ、伝統的な手法を守りながらもモダンな技術が取り入れられています。エピキュアチーズの最大の特徴はその香りと風味です。匂いは熟成された靴下や湿った地下室と例えられることもありますが、これは熟成が進む過程で生じる天然の成分によるものです。一方で味わいは濃厚でクリーミー、ナッツのようなコクとほのかな酸味が口の中に広がり、まさに旨味の爆弾とも言える体験を味わえます。熟成が進むほど風味が複雑になり、食べる人に深い感動を与えます。エピキュアチーズの楽しみ方は多岐にわたります。最もシンプルな方法はクラッカーやパンに乗せて食べること。その濃厚な風味がシンプルな素材に引き立ちます。また赤ワインやポートワインとの相性は抜群で、特に熟成の進んだものは強めのワインとよく合います。さらにサラダやパスタのトッピングとして使うことで料理全体に深みを加えることができます。ユニークな活用法としてはデザートとの組み合わせも人気があります。例えばエピキュアチーズを蜂蜜やドライフルーツと合わせると、その塩味と甘みのバランスが絶妙です。オーストラリアの人々にとってエピキュアチーズは特別な日の贅沢品。チーズプラッターの主役として出されることが多く、その豊かな風味がテーブルを彩ります。観光客にとってもエピキュアチーズはオーストラリア旅行のハイライトの一つです。その独特な匂いに最初は戸惑うかもしれませんが、一口食べるとその深い味わいに魅了される人が続出。臭いけど美味しいという感想が多いのもこのチーズの特徴です。エピキュアチーズはオーストラリアの乳製品産業の成功を象徴する存在です。高品質な牛乳をもとに作られ、熟成技術の高さが評価されています。そのためオーストラリア国内外のチーズコンペティションで多くの賞を受賞してきました。またこのチーズは地元の食文化の一部として定着しており、オーストラリア料理の進化に貢献しています。特に地元産のワインやクラフトビールとの組み合わせが人気で、食文化の多様性を象徴する存在となっています。エピキュアチーズを初めて試す方にはまず少量から挑戦することをお勧めします。その独特な匂いに驚くかもしれませんが、クラッカーやフルーツと合わせると食べやすくなります。またエピキュアチーズを温めて溶かすことで匂いが和らぎ、クリーミーさが際立ちます。例えばグラタンやチーズフォンデュに使うのもおすすめです。自分好みの楽しみ方を見つけてみてください。エピキュアチーズはオーストラリアの乳製品の魅力を凝縮した一品。その濃厚な風味と独特な香りは一度試すと忘れられない体験を提供してくれます。チーズ初心者にはハードルが高いかもしれませんが、その奥深い味わいにきっと魅了されることでしょう。ぜひ一度挑戦してみてください。第7位キビヤック。第7位は北極圏の伝統食キビヤック。この食品はアザラシと海鳥を使って作られる保存食で、その匂いと見た目が強烈なインパクトを与えます。現代ではチャレンジフードとして知られていますが、かつては厳しい自然環境を生き抜くための知恵の結晶でした。キビヤックの歴史は数百年以上前に遡ります。この食品はグリーンランドやカナダのイヌイットたちによって作られてきました。北極圏の厳しい自然環境では新鮮な食材を手に入れることが難しく、保存食が重要な役割を果たしていました。特に狩猟や漁業が生活の中心であったイヌイットの人々は保存技術に長けており、その中でもキビヤックは独特な方法で作られる食品として知られています。この保存食は長い冬を乗り越えるための栄養源であり、
文化的な儀式や特別な行事でも振る舞われる重要な存在でした。キビヤックの作り方は非常にユニークです。まずアザラシを狩猟し、その体を保存容器として使用します。アザラシの体内に小型の海鳥、例えばアパリータを詰め込みます。海鳥は頭、羽、内臓をそのまま残した状態で使用されます。アザラシの腹部を縫い合わせた後、その体を地中に埋め、重い石を乗せて密閉します。これにより空気を遮断しながら発酵を促進させることができます。このプロセスは通常3ヶ月から1年以上続き、その間に内部の海鳥が発酵して独特の匂いと味わいが生まれます。発酵が完了したキビヤックはアザラシの皮を切り開いて取り出され、そのまま食べられます。発酵によるアンモニア臭が非常に強く、初めての人には衝撃的な匂いですが、イヌイットの人々にとっては馴染み深い味です。キビヤックの最大の特徴はその強烈な匂いです。発酵過程で生じるアンモニア臭は慣れていない人にとって腐敗臭に近いと感じられることもあります。しかしイヌイットの人々にとってはこの匂いこそがキビヤックの魅力の一部。味は塩辛く、独特の旨味と酸味が特徴的です。発酵によって柔らかくなった肉や内臓は濃厚な味わいを持ち、体を温める栄養価の高い食品として評価されています。キビヤックはそのまま食べるのが一般的です。発酵が進んだ海鳥の肉や内臓をスプーンで取り出し口に運びます。現地ではこの食品は特別な行事や祝い事で振る舞われることが多く、家族やコミュニティが集まって食べる風景が見られます。また冷たい環境で保存されたキビヤックは鮮度が保たれているため、独特な風味を存分に楽しむことができます。ただし初心者にはハードルが高いため、地元の人々と一緒に食べることが推奨されます。地元のイヌイットにとってキビヤックは文化と伝統を象徴する食べ物です。厳しい自然環境を生き抜くための知恵と工夫が詰まった食品であり、今でも特別な日に欠かせない存在です。一方観光客にとってはキビヤックは究極のチャレンジフード。初めて匂いを嗅いだ人の多くが後ずさみしますが、勇気を出して食べてみた人々からは思ったより美味しい、いや栄養価の高い食品だと感じたという感想も聞かれます。キビヤックは北極圏に住む人々の文化と生活を象徴する食品です。自然環境に適応し、限られた資源を最大限に活用する知恵が詰まっています。特に発酵という保存技術は北極圏での食料確保に欠かせないものでした。またキビヤックを通じてイヌイットの文化や伝統を学ぶことができます。この食品は単なる栄養源ではなく、コミュニティの絆を深める役割も果たしています。もし北極圏を訪れる機会があれば、ぜひ一度挑戦してみてください。第6位エポアス。第6位はフランスを代表する熟成チーズ、エポアス。その強烈な匂いから食べる洗剤、いや臭い靴下と形容されることもありますが、チーズ愛好家には王様と称されるほどの人気を誇ります。エポアスはフランス東部のブルゴーニュ地方で誕生しました。その起源は16世紀頃に遡り、当時は修道院の僧侶によって作られていたと言われています。僧侶たちは禁欲的な生活の中で食事をシンプルにする一方で、チーズの熟成技術に力を注ぎ、エポアスのような濃厚な味わいを持つチーズを生み出しました。19世紀にはブルゴーニュ地方の農民たちによって作り続けられ、地元の名物として愛されてきました。その後ナポレオン、ボナパルトもこのチーズを愛したことで有名になり、現在では世界中でその名が知られています。エポアスはその独特な製造方法によって生み出されます。まず新鮮な牛乳を温めてカーブ牛乳を作ります。このカーブを切り分け、保栄乳製を取り除きます。成形後のチーズは塩を振られて熟成室へ移されます。エポアスの最大の特徴は熟成中にウォッシュ洗浄されることです。チーズは定期的に塩水や回るド、ブルゴーニュ、ブルゴーニュ地方のブランデーで表面を洗浄されます。この洗浄によってチーズの表面に独特なオレンジ色の皮が形成され、強烈な香りが生まれます。熟成期間は通常6から8週間。短期間の熟成にもかかわらず、非常に濃厚でクリーミーな食感が特徴です。エポアスの匂いを一言で表すならば刺激的。その強烈さはある種の下水のようだと表現されることもあります。しかし匂いの奥には甘さとナッツのようなコクがあり、匂いと味のギャップに驚く人が多いです。味わいは非常に濃厚でクリーミーなテクスチャーが特徴です。ほのかな塩味と深い旨味が口の中で広がり、余韻が長く続きます。初心者には挑戦しがいのあるチーズですが、一度その味を知ると忘れられないと言われています。エポアスはそのまま食べるだけでなく、さまざまな楽しみ方があります。一番シンプルなのはクラッカーやバゲットと合わせる方法。チーズの濃厚な風味が
パンのシンプルな味を引き立てます。また赤ワインやデザートワインとの相性も抜群です。特にブルゴーニュ地方のピノ・ノワールと合わせるとその味わいが一層引き立ちます。さらにエポは酢を料理に使う方法もおすすめです。グラタンやリゾットに加えることで濃厚な風味が料理全体に広がります。フルーツや蜂蜜とも相性が良く、甘みと塩味の絶妙なバランスを楽しむことができます。フランスの人々にとってエポワスは特別なチーズです。ブルゴーニュ地方では地元の名産品として愛され、家族の集まりや特別な食事の際に振る舞われます。一方観光客にとってはエポワスは挑戦の対象、匂いの強さに驚く人が多いですが、勇気を出して食べてみるとその味に感動するケースも少なくありません。匂いは強烈だけど味は天国という感想を持つ人もいます。エポワスはフランスの食文化を象徴する存在です。ブルゴーニュ地方の自然や気候が生み出したこのチーズは地元のアイデンティティの一部とも言えます。現在では AOC 原産地等生命賞に認定され、その品質と伝統が守られています。またエポワスはフランス料理の進化にも貢献しています。その濃厚な風味が多くの料理人にインスピレーションを与え、新しい料理の創作につながっています。エポワスに挑戦する際はその匂いを恐れないことが大切です。初めて食べる人にはクラッカーやパンと一緒に少量ずつ試すのがおすすめ。またワインやフルーツと組み合わせることでエポワスの持つ複雑な風味をより引き出すことができます。匂いが気になる場合は冷蔵庫から取り出して少し冷えた状態で食べると匂いが和らぎます。エポワスはフランスが生み出した熟成チーズの芸術品。その強烈な匂いの奥には豊かな歴史と文化、そして深い味わいが隠されています。初心者には少しハードルが高いかもしれませんが、一度その魅力を知ると虜になること間違いなし。ぜひ挑戦してみてください。第5位、臭豆腐。第5位はアジアを代表する発酵食品、臭豆腐。その名の通り強烈な匂いが特徴で、町中でその香りを嗅ぐと臭豆腐屋さんがあるなとすぐにわかるほど、台湾や中国、東南アジアの屋台では欠かせない存在であり、現地では大人気のストリートフードですが、観光客には一種のチャレンジフードとしても知られています。臭豆腐の歴史は数百年も前に遡ります。その起源は中国の清代17世紀にあると言われています。当時豆腐の保存方法として発酵が利用されました。貧しい農民たちが余った豆腐を長期間保存するために塩水につけたのが始まりとされています。特に台湾では日本統治時代に臭豆腐が普及し、地元文化と融合して独自の進化を遂げました。現在では台湾の夜市ナイトマーケットで欠かせない存在となり、観光客にとっても目玉の一つとなっています。臭豆腐はその製造過程に独特な手法が使われます。主に豆腐を特製の発酵液に漬け込むことで作られます。この発酵液は地域や店舗ごとに異なりますが、基本的には発酵野菜、豆乳、塩水がベースとなっています。時には魚やエビを発酵させた液体を混ぜることもあり、これが強烈な匂いの元になります。発酵期間は数日から数週間と様々で、漬け込む時間によって風味や匂いの強さが変化します。発酵が完了した豆腐は揚げたり煮込んだりして調理されます。臭豆腐の匂いを例えるなら腐敗したゴミや劣水と表現されることもあります。しかし食べてみると意外にもクリーミーで、発酵由来の旨味とほんのりとした酸味が広がります。特に揚げ臭豆腐は外はカリカリ、中は柔らかい食感が特徴です。このコントラストが癖になると言われており、一度好きになると止められなくなるほどの魅力があります。臭豆腐の楽しみ方は多種多様です。一番ポピュラーなのは油でカリッと揚げた揚げ臭豆腐。これに特製の甘辛ソースやピクルスを添えて食べるのが一般的です。一方煮込み臭豆腐も人気があります。臭豆腐をスパイシーなスープで煮込み、白菜や春雨などと一緒に食べるスタイルで寒い季節にぴったりです。また台湾では臭豆腐の屋台が至るところにあり、食べ歩きを楽しむことができます。現地の人々にとっては臭豆腐は軽食としてだけでなく、友人や家族と過ごす時間を楽しむためのツールでもあるのです。地元の人々にとって臭豆腐はソウルフードそのもの。特に台湾では臭豆腐の匂いが恋しいと話す人もいるほど日常生活に溶け込んでいます。一方観光客にとっては臭豆腐は挑戦の象徴。匂いを嗅いだだけで足がすくむ人もいれば、勇気を出して食べてみてこんなに美味しいなんてと感動する人も少なくありません。特にナイトマーケットでの体験は旅行者にとって忘れられない思い出になります。臭豆腐は単なる食べ物以上の存在です。特に台湾や中国ではその歴史と文化が深く根付いており、地元の誇りとされています。
発酵食品としての健康効果も注目されており、腸内環境を整える効果が期待されています。また臭豆腐はコミュニティをつなぐ存在でもあります。屋台で臭豆腐を囲みながらおしゃべりを楽しむ人々の姿は、地域の絆を象徴する風景でもあります。臭豆腐に挑戦する際のコツは、まず匂いを怖がらないこと。もし煮込み臭豆腐に挑戦するなら、辛いスープで煮込んだものがおすすめです。臭豆腐はその匂いの強烈さから、アジアのチャレンジフードとも呼ばれますが、現地では愛され続ける伝統的な食品。その奥深い味わいと文化的背景を知ることで、より楽しめること間違いなし。アジアを訪れる際にはぜひ一度挑戦してみてください。第4位船寿司。第4位船寿司には、日本が誇る伝統的な発酵食品船寿司、その独特な匂いと風味から好き嫌いが分かれる食品として知られています。しかし、この船寿司には長い歴史と深い文化的背景が詰まっています。船寿司の起源は、なんと奈良時代8世紀に遡ると言われています。日本の発酵食品の中でも特に古い部類に入り、その製法は中国や朝鮮半島から伝来した慣れ寿司の技術に由来します。琵琶湖周辺では古くから漁業が盛んで、保存食として船寿司が作られるようになりました。特に琵琶湖特産のニゴロブナという魚が使用され、その味わいと香り型の慣れ寿司とは一線を画します。船寿司は当初、貴族や僧侶の間で高級食品として楽しまれ、後に一般の人々にも広がりました。船寿司の製造工程は非常に手間がかかり、完成までに約1年を要します。まず琵琶湖で採れた新鮮なニゴロブナを使用します。魚の内臓を取り除き、しっかりと塩漬けにします。この塩漬けは数ヶ月間行われ、魚の水分を抜き、保存性を高めます。その後、塩抜きをした魚を発酵させるため、炊いた米と一緒に桶に詰めます。この状態でさらに半年から1年の間発酵させます。この長い熟成期間が船寿司特有の酸味と香りを生み出します。熟成が進むと魚と米が一体となり、チーズのような濃厚な風味が特徴の船寿司が完成します。この製法はまさに日本の伝統的な保存技術の結晶といえます。船寿司の最大の特徴はその独特な匂いです。発酵が進むにつれ、アンモニア臭や強い酸味が生じます。初めて嗅ぐ人にとっては臭いと感じられることが多いですが、その奥に深い旨味が隠れています。味は濃厚で、酸味と塩味が絶妙に絡み合い、後味にわずかな甘みを感じます。特に日本酒との相性が抜群で、地元では船寿司をつまみにいっぱいやるのが定番です。船寿司はそのまま食べるのが一般的ですが、いくつかの楽しみ方があります。例えばスライスしてそのまま日本酒と合わせるのが地元流。濃厚な味わいが酒の香りを引き立てて互いに補完し合います。また最近では船寿司を使った創作料理も人気があります。船寿司をパスタに混ぜたり、リゾットのアクセントとして使用するなど、現代風のアレンジが増えています。さらに船寿司を刻んでお茶漬けにするのも絶品。発酵食品ならではの旨味が熱いお茶と調和し、後を引く美味しさです。滋賀県の人々にとって船寿司は特別な存在です。地元の祝い事や季節の行事では欠かせない一品であり、家族の伝統として受け継がれることも多い食品です。一方、観光客にとって船寿司はチャレンジフードの一つ。特に外国人観光客には、日本の発酵食品文化を体感できる貴重な体験として人気があります。船寿司は単なる食品以上の存在です。長い歴史を通じて地域の文化や生活を支えてきた食品であり、地元のアイデンティティの一部でもあります。またその製法や風味は日本の発酵食品文化の豊かさを象徴しています。現在では地元の観光振興にも寄与しており、船寿司を体験するイベントやワークショップが開催されています。これにより次世代にもその価値が伝えられています。船寿司が初めての場合は、小さな一口から試すのがおすすめです。また日本酒やお茶と一緒に楽しむことで、その風味がより引き立ちます。現地の専門店で新鮮な船寿司を試すのも良い方法です。地元の人々の食べ方やアレンジを学ぶことで、より深い味わいを楽しむことができるでしょう。船寿司は日本が誇る発酵食品の一つ。その独特な匂いと味わいには長い歴史と文化が詰まっています。滋賀県を訪れる際にはぜひ挑戦してみてください。第3位シュールストレミング。第3位はスウェーデンの伝統的な発酵食品シュールストレミング。世界一臭い食品として知られ、その匂いは缶を開けた瞬間に周囲を圧倒するほどのインパクトがあります。しかし、その背後にはスウェーデンの食文化と歴史が隠されています。シュールストレミングの歴史は16世紀に遡ります。当時スウェーデンでは塩が貴重で、
高価なものでした。ニシンを保存するために最低限の塩を使う工夫が求められ、その結果発酵を利用した保存方法が生まれました。この方法によって作られた発酵ニシンはスウェーデン北部の人々にとって重要な保存食となり、冬の間の貴重なタンパク源として重宝されました。特に漁業が盛んな地方ではシュールストレミングは生活の一部として定着し、現在でも地域の誇りとされています。シュールストレミングは特別な製法で作られます。まず春に採れた新鮮なバルト海のニシンを使用します。このニシンを塩水に漬け込み数日間熟成させます。その後半発酵状態の魚を缶に詰め密閉して発酵を続けさせます。缶の中での発酵が進むとニシンのタンパク質が分解され、独特の強烈な匂いを持つ液体が生成されます。この過程は通常半年以上かかります。完成したシュールストレミングは缶の中で膨張し、まるで爆発寸前のような見た目になります。シュールストレミングの匂いはまさに世界一臭いと言われるほど強烈です。開封した瞬間に広がる匂いは腐敗した魚や下水のようだと形容されることもあります。そのため缶を開ける際は屋外で行うのがマナーとされています。一方味わいは非常に塩辛く、発酵食品特有の酸味が強調されています。その風味は独特で食べ慣れていない人には挑戦的な味ですが、スウェーデンの人々にとっては懐かしさを感じる家庭の味です。シュールストレミングは単独で食べるのではなく、特定の食べ方で楽しむのが一般的です。スウェーデンでは薄いパントゥンブロードにバターを塗り、その上にシュールストレミング、ジャガイモ、刻んだ玉ねぎ、クリームなどを重ねて巻くのが伝統的なスタイルです。この食べ方をシュールストレミングサンドイッチと呼びます。このように食べることでシュールストレミングの強烈な風味型の食材と調和し、食べやすくなります。また冷たいビールやスウェーデンのスナップススピリッツと一緒に楽しむのが定番です。スウェーデンの人々にとってシュールストレミングは伝統と誇りの象徴です。特に地域ごとの祭りや家族の集まりで振る舞われることが多く、その独特な味わいが地域文化を支えています。 YouTube などではシュールストレミングを試す動画が人気を博し、話題を呼んでいます。シュールストレミングはスウェーデンの文化と伝統を象徴する食品です。その独特な製法と味わいはスウェーデン北部の生活と深く結びついています。また厳しい自然環境での食料保存技術の一例として歴史的な意義も持っています。さらにシュールストレミングはスウェーデンの食文化を海外に伝える存在でもあります。観光客や海外メディアを通じてそのユニークさが世界中に知られるようになり、スウェーデンの文化を象徴する食品として注目されています。シュールストレミングはその強烈な匂いと味で知られるスウェーデンの伝統食品、食べ慣れていない人にとってはハードルが高いかもしれませんが、その奥にはスウェーデンの豊かな歴史と文化が詰まっています。勇気を出して挑戦することで新しい味覚体験とともにスウェーデンの文化を深く知ることができるでしょう。第2位クサヤ。第2位は日本の伊豆諸島で生まれた伝統的な発酵食品クサヤ。クサヤの歴史は江戸時代に遡ります。当時伊豆諸島では塩が非常に貴重で、魚の保存に使える量が限られていました。そのため塩を再利用する工夫として、魚を漬けた塩水を捨てずに再び使い続ける方法が生まれました。こうしてできたのがクサヤ液です。この液は発酵を繰り返しながら独特の風味を持つ保存液へと進化しました。現在でも各島ごとに異なるクサヤ液が存在し、それぞれが独自の味と香りを持っています。クサヤは伝統的な方法で作られています。まず新鮮な魚を主にムロアジやトビウオを使用します。この魚をクサヤ液に漬け込み、しっかりと風味を染み込ませます。漬け込み時間は約1日で、これにより魚に独特の発酵臭と旨味が加わります。その後魚を天日で干して乾燥させます。この工程によって魚の旨味がさらに凝縮され、保存性が高まります。下クサヤは焼いて食べるのが一般的ですが、その匂いが非常に強烈なため調理中も窓を開けるなどの配慮が必要です。クサヤの最大の特徴はその匂いです。独特の香りというには控えめすぎるほど強烈で、しかしこの匂いは食べ物の持つ本来の旨味と発酵による深みの証でもあります。味わいは意外にも繊細で、噛むほどに魚の旨味が広がります。塩味が程よく効いており、発酵食品特有のコクが特徴です。ご飯やお酒との相性も抜群で、特に日本酒と合わせるとその旨味が一層引き立ちます。クサヤは主に焼いて食べるのが定番です。焼きたてのクサヤは香りがさらに強くなるため、初めての人にはハードルが高いかもしれませんが、その分味わいは絶品です。また最近ではクサヤを使った創作料理も増えてきました。例えば
パスタやサラダに細かくほぐした草屋を加えることで、独特の風味がアクセントとなります。さらには、草屋をお茶漬けにするのもおすすめ。熱いお茶をかけることで匂いが和らぎ、食べやすくなります。伊豆諸島の人々にとって、草屋は生活の一部、家庭ごとに代々受け継がれる。草屋液を使って作られるため、その味わいは各家庭で異なります。地元では日常的に食べられるだけでなく、祝い事や特別な行事でも振る舞われることが多い食品です。現地のイベントやマーケットでは、草屋の試食や販売が行われており、観光客との交流のきっかけとなっています。草屋は、その強烈な匂いで知られる一方、日本の発酵食品文化を象徴する一品、その奥には深い歴史と地元の知恵が詰まっています。初めて挑戦するには少し勇気がいるかもしれませんが、その先に広がる新しい味覚体験は、きっと忘れられないものになるでしょう。ぜひ、伊豆諸島を訪れた際には試してみてください。第1位ドリアン。第1位は、果物の王様と呼ばれるドリアン。その栄養価と甘美な味で愛される一方、世界一臭い果物としても知られています。その匂いは飛行機やホテルでの持ち込みが禁止されるほど、しかし、アジアでは多くの人々に愛される食材でもあります。ドリアンの歴史は古く、東南アジアの熱帯雨林に起源を持つ果物です。マレー語で、トゲ、を意味する、ドリ、からその名が付けられたとされ、長い間、この地域の人々にとって重要な栄養源となってきました。記録に残る最古のドリアンの記述は、15世紀に中国の商人が東南アジアを訪れた際に書いた旅行記です。その後、ヨーロッパの探検家たちによって西洋にも知られるようになり、そのユニークな味と香りに驚嘆したと伝えられています。ドリアンの味は、カスタードクリームとアーモンドのような甘さと形容されることがあります。一方で、匂いは非常に個性的で、腐った玉ねぎや下水のような匂いと例えられることもあります。この匂いの元は、果肉に含まれる硫黄化合物が原因です。匂いは強烈ですが、果肉を口に運ぶとその濃厚な甘さが広がり、後味には少しほろ苦さを感じることも、匂いと味のギャップに驚く人も多い果物です。ドリアンは、そのまま食べるのが一般的ですが、様々な形で楽しむことができます。東南アジアでは、ドリアンを使ったスイーツが非常に人気で、ドリアンケーキやドリアンアイスクリーム、ドリアンを練り込んだパンなどがあります。さらに、ドリアンを冷凍して食べると、匂いが和らぎ、食べやすくなります。また、最近ではドリアンを使ったスムージーやドリアン味のチョコレートなど、現代的なアレンジも増えています。ユニークな食べ方としては、ドリアンを塩味のある食材と組み合わせる方法があります。例えば、タイではもちまいとココナッツミルクと合わせて食べる、カオニャオ、トゥリアン、というデザートが人気です。東南アジアでは、ドリアンは、果物の王様、として非常に高い評価を受けています。地元の人々にとっては季節の楽しみであり、家族や友人と一緒にドリアンを囲むことは特別な時間を共有する意味合いも持っています。ドリアンは、東南アジアの文化を語る上で欠かせない果物です。特にマレーシアやタイ、インドネシアでは、ドリアンは地域の誇りであり、収穫の祭りや市場の風景に欠かせない存在です。さらに、ドリアンは経済的な価値も高く、輸出品としても重要な役割を果たしています。近年では、中国をはじめとするアジア諸国でドリアンの人気が高まっており、需要が急増しています。ドリアンに挑戦する際には、いくつかのポイントを押さえておくと良いでしょう。まず、匂いに慣れることが大切です。匂いが苦手な場合は、冷凍ドリアンを試すことで匂いを軽減できます。また、甘さと濃厚さを楽しむために、最初は小さな一口から始めるのがおすすめです。地元の屋台や専門店で新鮮なドリアンを選ぶことも、初めての体験を成功させる鍵となります。ドリアンは、その強烈な匂いと濃厚な味わいで、人々を魅了し続ける果物。その奥には、東南アジアの豊かな文化と歴史が詰まっています。初めての挑戦には勇気が必要かもしれませんが、その一口が新しい世界への扉を開くかもしれません。ぜひ、ドリアンの魅力を体験してみてください。いかがでしたか？今回は、世界各国の臭い食べ物トップ10をお届けしました。一見すると挑戦が必要なこれらの食べ物ですが、その背景には深い歴史や文化、そして地元の人々の知恵が詰まっています。もしこの動画が面白かったら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。次回は、さらに驚きのテーマをお届けします。それでは、次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。